です。はい、ご無沙汰してます。プロスピエースでございます。今回はですね、まあ事前に撮ったですね、エキサイティングガチャのその後っていうところとタイムスリップガチャっていうところをね、お伝えしますけども、まずはね、ちょっとこちらを、ご覧ください。これね、まあ、以前撮ったやつですけども、ドリームキャラバンで10周達成の報酬でエキサイティングプレイヤー第1弾のねガチャ、こちらをですね引いて、誰が出るかっていうところでね、松井裕樹が出る。これは嬉しいね、はい、俺松井裕樹すぐ極めにできるからね。で今育ててます。そして、まあ、ここで柳が出たらね、柳取らなくてもよかったんだけども、最後ね GGM 確定6回目だけを残して、ここできっちり、柳を取ってですね、でもう柳はね極みにして、リアタイ使ってるけど石川歩的な使い方をすると結構いいっていうねところで今頑張ってます。そしてエキサイティングプレイヤーね、登場記念プレゼント、この10連第2弾1回限定ということで、これ第2弾が欲しいのは岡本アーティスト、マー君、青柳、このまあ3人が欲しいんだよね。でその中でまあこのね1回無料、誰を引いたかっていうと、ここで引けたのがね、なんとなんとなんと、ね、じゃーんと最後来るのが高橋コーナー、ね、残念、なぜなら A 持ってないから極みにできないっていうね。だからもう育ててない、もう未来のために第2弾どうしようかなと思って、まあ1回このエキサイティングプレイヤー契約書第1弾第2弾この2枚あるから、これ引いてどうしようか考えようっていうところでね、俺もプロスピ YouTuber じゃないから、そんな何でもかんでもガチャはやんないんだよ、ね、ってなって、ここでね、だからまあ岡本かマー君か青柳引いたら6回回さなくてもいいかなっていうねところで、なんと佐々木朗希ってね。でもこの佐々木朗希はリーグでも、リアタイでも使えないから育てない、しかも極みにもできないし、だからもうこれは捨て、残念みたいな。でね、もう一個がこれ次第かなと、これ引けなかったら、まあ、阪神枠がいないから青柳でも取りに行こうかなっていうねいうところで、ラストチャンスにかけてね来たのが、なんとね、アーティスト岡本っていう、あれ岡本来たなと、じゃあやめようっていうだから第2弾もね やってない、ここはもうねエナジーを節約です。んでなんと来ました、タイムスリップセレクションでございます。こちらはですね、絶対的に欲しいのが、まあ、すぐ丸だね、丸、そうですね、うん、丸センターすぐ極みできる。あと国母さんももし当たったらもうあれ使うわ、限界突破コーチ。でも俺 A の国母さん持ってるからちょっとはいけるのね。池山さん欲しいね、イベントもらったら2枚はね A の選手取れるから3枚だけでいいからね。辻さんでも池山さんとって俺松井和夫さんいるからな。なんか大谷はリアタイで結構いいらしいね。あと金子千尋欲しいね。だから金子千尋か丸、国防さんが一番人気やな。その後池山さん、大谷ってとこかな。まあエグサがね話題なんだけどね、ツーシームしかないっていうところがどうなんやっていうねところもあるんだけども、引いちゃいましょうっていうね。60連です。だから2枚来てくれたら嬉しいね、うん、その S がね2倍くればもう反対。最近ついてんのかついてないのかよくわかんないからね、まあ、でも B も取っていかないともう育てていくのにねいるからね。でまあ10連目はね、まあ、誰もこつっていうかノーリアクションだからね。2巡目です。まあ3回か、3回しかないんだね、6回で、6回で確定だ、3回しかない、まあ、2人来てくれたらもう御の字だね、まあ、何もないけどね。俺もう12球団オーダーやめようかと思ってる、もうセリーグオーダーにしようかな、結構セリーグが引けてきたから。
あと俺プロスピはさ、自分が出るかどうか知ってんだよね。一回出しに行くか。やっぱあの肖像権使うから許可があるから、それがおっとレインボー、それが来たら出るし、来なきゃ出ないっていうね。まあ今何とも言えないけどね。お、全で全出しだよ。2もある。お、あーなんか足の踏み場がない。当たんない。さあでもこれ1人は確定だからね、誰が出るか分かんないけど。2枚取り。いやー1枚なのか。起きた。マッキーいいじゃん。俺でも行き網にはできないけど、まだマッキーいいじゃん。エグザ、草。でもエグザなんかいろんなビップさんとかクレイさんあげてるけど、なんかツーシームしかないのがね、なんかパッとしないね。 S ランク 10% 契約していこう。もう残り時間16時間だから。いやーなんもないわ。あと俺 A の田口と牧集めてんだよね。 A の田口ヤクルトがね、牧はもうほんと S確定。あーさすがに 10% じゃバーバジャイアントじゃないババ。一番欲しいのは、まあ牧でもいいんだよ。そしたらもうあの限界突破にするから。俺田口か牧が欲しいんだよ、極みにするために。絶対当たるからねこれは。 S さんね、誰なの。田口と牧だったらもう大当たりだよ。あ青柳欲しい。来い。この T は ET？ イマイティだよこれ。もうここまで来たらこうしかないやろ。称号チャレンジや。お、菅野か。菅野称号しようか。菅野が、ああどっちじゃん。9位2で全同値。9位2、あ、え、9位2で全同値。9位2は圧倒的9位のみです。圧倒的9位のみです。星2だからもうね、称号使いません。カモン、どうなの。おお全同値になった。圧倒的9位すごくない、ね、一発あ、でした。